今回は愛媛県エリエールゴルフクラブ松山アウトコースの1番ホール。レギュラーティーからピンまで368ヤード、ミドルホール攻略を紹介します。ティーショット、まっすぐなミドルホール。ティーショットで、左サイドのバンカーに、入れないようにしたい。セカンドショット、グリーンを外すと、距離のあるアプローチが、残りボギーになりやすい。グリーン、左サイドにマウンドがあり、奥から大きくフックする。アウトコースの1番ホールは、パー4、レギュラーティーからピンまで368ヤード、ハンディキャップは3、まっすぐなミドルホール、難易度は18ホール中7位、平均スコアは 5.51、平均パット数は 2.08。90ギリの人は、3オン2パットが無難。100ギリの人は、4オン2パットが無難です。アウトコースの1番ホール、パー4、レギュラーティーからピンまで368ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、まっすぐなミドルホール、ティーショットで左サイドのバンカーに入れないようにしたい。アウトコースの1番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、グリーンを外すと、距離のあるアプローチが、残りボギーになりやすい。アウトコースの1番ホール、パー4、グリーン、左サイドにマウンドがあり、奥から大きくフックする。今回は愛媛県エリエールゴルフクラブ松山アウトコースの2番ホール。レギュラーティーからピンまで384ヤード、ミドルホール攻略を紹介します。ティーショット、なだらかな打ち下ろしのパー4、ティーから250ヤード地点は、フラットで打ちやすい。セカンドショット、第2打は、打ち下ろしのため、距離感がつかみづらく、グリーンの横幅が狭いので、安全にグリーンに乗せたい。グリーン、比較的癖のないグリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。
アウトコースの2番ホールは、パー4、レギュラーティーからピンまで384ヤード、ハンディキャップは15、打ち下ろしのミドルホール、難易度は18ホール中、13位。平均スコアは 5.43、平均パット数は 1.96。100ギリの人は、3-4-2パットが無難です。アウトコースの2番ホール、パー4、レギュラーティーからピンまで384ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、なだらかな打ち下ろしのパー4、ティーから250ヤード地点は、フラットで打ちやすい。アウトコースの2番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、第2打は、打ち下ろしのため、距離感がつかみづらく、グリーンの横幅が狭いので、安全にグリーンに乗せたい。アウトコースの2番ホール、パー4、グリーン、比較的癖のないグリーン。常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。今回は、愛媛県、エリエールゴルフクラブ松山、アウトコースの3番ホール。レギュラーティーからピンまで158ヤード、ショートホール、攻略を紹介します。ティーショット、グリーン手前から右サイドまで、池が迫る距離のあるパー3。上空の気まぐれな風が、池に誘い込む危険なホール。グリーン、受けグリーン、奥から速く、横からは大きく切れる。奥からのアプローチは、非常に難しい。アウトコースの3番ホールは、パー3、レギュラーティーからピンまで158ヤード、ハンディキャップは9、池越えのショートホール。難易度は、18ホール中、15位。平均スコアは、4.24、平均パット数は、2.06。100ギリの人は、1-on-2パットのパー3チャンスです。アウトコースの3番ホール、パー3、レギュラーティーからピンまで158ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、グリーン手前から右サイドまで、池が迫る距離のあるパー3、上空の気まぐれな風が、池に誘い込む危険なホール。アウトコースの3番ホール、パー3、グリーン、受けグリーン、奥から速く、横からは大きく切れる。奥からのアプローチは、非常に難しい。
今回は愛媛県エリエールゴルフクラブ松山アウトコースの4番ホール、レギュラーティーからピンまで317ヤードミドルホール攻略を紹介します。ティーショット距離が短いので左サイドのバンカー群を避けるためにアイアンでティーショットを打つのも選択肢の一つだ。セカンドショット、グリーンオーバーするとボギーの危険性が出てきてしまう。グリーン、奥にマウンドのある受けグリーン、手前から攻めたい。アウトコースの4番ホールは、パー4、レギュラーティーからピンまで317ヤード、ハンディキャップは7、短いミドルホール、難易度は18ホール中14位。平均スコアは 5.43、平均パット数は 2.11。100切りの人は、3-4-2パットが無難です。アウトコースの4番ホール、パー4、レギュラーティーからピンまで317ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、距離が短いので、左サイドのバンカー群を避けるために、アイアンでティーショットを打つのも選択肢の一つだ。アウトコースの4番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、グリーンオーバーすると、ボギーの危険性が出てきてしまう。アウトコースの4番ホール、パー4、グリーン、奥にマウンドのある受けグリーン。手前から攻めたい。今回は、愛媛県、エリエールゴルフクラブ松山、アウトコースの5番ホール。レギュラーティーからピンまで471ヤード、ロングホール、攻略を紹介します。ティーショット、グリーンまで打ち上げていくパー5。距離が短く、ロングヒッターなら、2オンも狙える。ティーショットの狙い目は、フェアウェイ右サイドに連なるバンカーのうち、一番先のバンカー左となる。セカンドショット、2オンを狙わない場合は、第3打で得意な距離を残してピンの近くにつけたい。サードショット、素直なグリーン手前につけばバーディチャンス。
グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。アウトコースの5番ホールはパー5、レギュラーティーからピンまで471ヤード、ハンディキャップは13、左ドッグレッグのロングホール。難易度は18ホール中9位、平均スコアは 6.53、平均パット数は 2.07。90ギリの人は4オン2パットが無難。100ギリの人は5オン2パットが無難です。アウトコースの5番ホール、パー5、レギュラーティーからピンまで471ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、グリーンまで打ち上げていくパー5、距離が短く、ロングヒッターなら2オンも狙える、ティーショットの狙い目は、フェアウェイ右サイドに連なるバンカーのうち、一番先のバンカー左となる。アウトコースの5番ホール、パー5、セカンドショットの攻略ポイントは、2オンを狙わない場合は、第3打で得意な距離を残して、ピンの近くにつけたい。アウトコースの5番ホール、パー5、サードショットの攻略ポイントは、素直なグリーン、手前につけばバーディチャンス。アウトコースの5番ホール、パー5、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。今回は愛媛県エリエールゴルフクラブ松山アウトコースの6番ホール、レギュラーティーからピンまで382ヤードミドルホール攻略を紹介します。ティーショット緩やかに打ち上げていくパー4、距離の出る選手は左サイドのバンカーに入れないよう注意が必要。セカンドショット第2打地点はフラットだが、グリーンまでは思った以上に打ち上げているので、ショートに注意してワンクラブ大きめのクラブを選択したい。グリーン四隅にあるマウンドの影響でラインが微妙に変化するグリーン。アウトコースの6番ホールはパー4、レギュラーティーからピンまで382ヤード、ハンディキャップは1、長いミドルホール、難易度は18ホール中3位、平均スコアは 5.62、平均パット数は 2.02。90ギリの人は3オン2パットが無難。100ギリの人は4オン2パットが無難です。
アウトコースの6番ホール、パー4、レギュラーティーからピンまで382ヤード。ティーショットの攻略ポイントは、緩やかに打ち上げていくパー4。距離の出る選手は、左サイドのバンカーに入れないよう注意が必要。アウトコースの6番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、第2打地点はフラットだが、グリーンまでは思った以上に打ち上げているので、ショートに注意して、ワンクラブ大きめのクラブを選択したい。アウトコースの6番ホール、パー4、グリーン、四隅にあるマウンドの影響で、ラインが微妙に変化するグリーン。今回は愛媛県エリエールゴルフクラブ松山アウトコースの7番ホール、レギュラーティーからピンまで374ヤードミドルホール攻略を紹介します。ティーショット右ドッグレッグのためティーからはグリーンが見えない。狙い目は右サイドのバンカーの左に見える4本のヒノキ。セカンドショット、グリーンが縦長なので、ピンまでの距離をしっかりジャッジして第2打を打つのがポイント。グリーン、右サイドが高い受けグリーン、奥行きが45ヤードと長い。アウトコースの7番ホールは、パー4、レギュラーティーからピンまで374ヤード、ハンディキャップは11、右ドッグレッグのミドルホール。難易度は18ホール中10位、平均スコアは 5.47、 平均パット数は 2.1。 90ギリの人は3オン2パットが無難、100ギリの人は4オン2パットが無難です。アウトコースの7番ホール、パー4、レギュラーティーからピンまで374ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、右ドッグレッグのため、ティーからはグリーンが見えない。狙い目は、右サイドのバンカーの左に見える4本のヒノキ。アウトコースの7番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、グリーンが縦長なので、ピンまでの距離をしっかりジャッジして、第2打を打つのがポイント。アウトコースの7番ホール、パー4、グリーン、右サイドが高い受けグリーン。奥行きが45ヤードと長い。
今回は愛媛県エリエールゴルフクラブ松山アウトコースの8番ホール。レギュラーティーからピンまで170ヤード、ショートホール、攻略を紹介します。ティーショット、風のジャッジが難解なパー3。グリーン手前の谷に吹き下ろす風と、グリーン右サイドから吹き込んでくる。風の影響を受けるため、スリリングなティーショットとなる。グリーン、幅40ヤード、奥行き31ヤードの大きなグリーン。芝目が強く3パットに注意。アウトコースの8番ホールは、パー3、レギュラーティーからピンまで170ヤード、ハンディキャップは17、池越えのショートホール。難易度は、18ホール中、17位。平均スコアは、4.02、平均パット数は、2.06。100ギリの人は、ワンオンツーパットのパー3チャンスです。アウトコースの8番ホール、パー3、レギュラーティーからピンまで170ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、風のジャッジが難解なパー3、グリーン手前の谷に吹き下ろす風と、グリーン右サイドから吹き込んでくる。風の影響を受けるため、スリリングなティーショットとなる。アウトコースの8番ホール、パー3、グリーン、幅40ヤード、奥行き31ヤードの大きなグリーン。芝目が強く3パットに注意。今回は、愛媛県、エリエールゴルフクラブ松山、アウトコースの9番ホール。レギュラーティーからピンまで494ヤード、ロングホール、攻略を紹介します。ティーショットは、ほぼフラットだが、第2打が約15ヤードの打ち上げとなるパー5。ロングヒッターでも第1打、第2打ともベストショットを打たなければ、グリーンに届かないショットメーカーの真価が問われるホールだ。セカンドショット、パー5のセカンドショットは、フェアウェイキープ。サードショット、ツーオンも可能だが、通常は50ヤード前後の第3打が残るため、ショートアイアンの精度が求められる。グリーン、中央に段差があるが、それにかからなければ素直なグリーン。アウトコースの9番ホールは、パー5、レギュラーティーからピンまで494ヤード、ハンディキャップは5、まっすぐなロングホール。難易度は、18ホール中、8位、平均スコアは、6.56、
平均パット数は 2.03。 90ギリの人は4オン2パットが無難、100ギリの人は5オン2パットが無難です。アウトコースの9番ホール、パー5、レギュラーティーからピンまで494ヤード。ティーショットの攻略ポイントは？ティーショットは、ほぼフラットだが、第2打が、約15ヤードの打ち上げとなるパー5。ロングヒッターでも、第1打、第2打とも、ベストショットを打たなければ、グリーンに届かない、ショットメーカーの進化が、問われるホールだ。アウトコースの9番ホール、パー5、セカンドショットの攻略ポイントは、パー5のセカンドショットは、フェアウェイキープ。アウトコースの9番ホール、パー5、サードショットの攻略ポイントは、2オンも可能だが、通常は50ヤード前後の第3打が残るため、ショートアイアンの精度が求められる。アウトコースの9番ホール、パー5、グリーン、中央に段差があるが、それにかからなければ、素直なグリーン。